全然や思ってくれるで。うまそうやん、入ろ。ああ、ああ、はい。ああ、はい。いらっしゃいませ。ありがとうございました。実はめっちゃうまいね。あれは反則や。うわ、もうちょい気ぃつけて。次行くで。うわ。
なあなあ、うん、お？
わ。もう。なあ、次これせえへん。はい。いらっしゃいませ。ありがとうございました。なあ、次これね。危ないわ。この店結構行けてたね。行くよっ。あっ、おお、行った。おお、なあなあ、おお、なんやて？バラやで。結構食べるのに痩せてるとかずるいわ。まだいけるやろ。ボジョレ飲みたない？今日はもっと出せや。いや
嫁がこれで、これですね。今度紹介するわ。支配人、お電話です。あの、オーナーだって言ってるんですけど。わかった。何の用や。お疲れさん。お前ちょっと今から出られねえか。え？いやさ、お前と飲みたくなってよ。どういう風の吹き回しや。あいにく。あんたと酒飲むくらいなら自分のしょんべん飲む方がまだマシや。やめとけ。あんまりうまいもんじゃねえぞ。あれは店は下の連中に任せとけば一日ぐらいはなんとかなんだろう。俺は明日葉公園で待ってる。早く来いよ。おい、オーナーからの呼び出しや。いつ戻れるかわからんから、あとた。え、わかりました。主任にも伝えておきます。すまんの。足読んだらええやん。持ってんのやろう、これ。ご検問どないするか。昨日占い師に足を見てもらったんやから。ワインは。ボッコボコにさせてもらうわ。さっさと消えろや。はよ、予約せな。なるほどな。
何やって？頭ええなぁ。嫁がこれで、これですね。電話開いてへんかなぁ。自分アッシーと思われてるんじゃん。
なあ。お。せや。おい。はい。え？はい。何やって？
ええ。無難著何やって？ええ。
何やって？無難著
だまで。え？おう、こないなとこに呼び出して何の用や。そう構えるなって。お前と飲みたいだけって言ったじゃねえか。ほら座れよ。何にせよまずは一杯やってからだ。大将、こいつにも適当に見繕ってやって。ええ。
こんなご時世だ。10万するフグの解析だの、100グラム1万の松坂牛だのなんだの、高えもんはあらかた食ったけど、こんなボロい屋台の80円の大根が一番うめえ。金ってのは一体何なんだろうな。お、なんだよ、最初の一杯きり全然飲んでねえじゃねえか。あんたが横におって気持ちを飲めるか。もう2年にもなるか、お前との付き合いも。なのにそういう反抗的なとこは